Isn't this so cute? What these children are making is an American version of character bento. Konnichiwa, New York Wave reporter の花番です。Today there's a character bento making workshop here, and the lecturer is this person. カルメン・ニュエン、通称カミーナ。日本のキャラクター弁当から新しいスタイルを生み出したカリスマ弁当クリエイター。パンやチーズなどアメリカの食生活に合わせた素材を上手に使い、今大きな注目を集めています。 I think people shouldn't feel that they have to make everything perfect. The shapes, if they're not cut out perfectly evenly, it's okay. As long as you're having a good time, as long as you feel like youreable to do something creative and good for yourself, then go for it. Anyone can do it. ニューヨークウェーブ。今回はキャラクター弁当の魅力を広めようと奮闘するカミーナを追いました。 Let's make kawaii character bentos together! Yeah! Yeah! アメリカンスタイルのキャラクター弁当作りを教えてもらおうと、番組リポーターの花がカミーナの元を訪ねました。まずはカミーナにお手本を見せてもらいます。日本と大きく異なっているのは、既成のキャラクターを使わずオリジナルに挑戦していること。スイレンの葉に見立てたパン、そこから飛び出しているのはチーズのカエルです。このマッシュルームは妖精、そしてゆで卵で作った小鳥は人参のくちばしがアクセントになっています。これはアメリカ人が大好きなパンケーキを使った作品です。向かって左側がコアラ、右側はフクロウです。フクロウの丸々とした目にはラズベリー、コアラの大きな鼻はブラックベリーを使いました。動物の特徴を身近な食材でうまく表現しています。刻んだゆで卵をメキシコのパン、トルティーヤで巻いたひよこです。目は日本でよく使われる海苔の代わりに濃い色のサニーレタスを使っています。子供の頃からアニメやファッションなど日本のサブカルチャーが大好きだったカミーナ。日本のポップカルチャーを紹介するブロガーとして活躍していました。2年ほど前にインターネットで日本のキャラクター弁当に出会い、その可愛さに魅せられたといいます。This is something that I want to try. I startedcreating my own designs, putting them on my blog, sharing them with my friends. They got an amazing reaction. I thought, there's something further that we could do with this. そのブログが大手出版社の目に留まり、去年の秋に書籍化。大きな話題となりました。30分で可愛く作れるというのがこの本の売り物。カミーナが試行錯誤をしながらアメリカ人向けに作り上げた70のレシピが掲載されています。花は一番の基本、サンドイッチ弁当に挑戦することにしました。カミーナは誰でも簡単に手に入れることができる食材しか使いません。オーガニックの野菜や果物など
ヘルシーであることにもこだわっています。キャラクター作りに欠かせない型抜き、これも身近にあるものを使います。このようなクッキーの型も少し工夫すればこんな形が作れます。I like that you're using the cookie cutter for shapes other than what it's up. Mm-hmm. It's just about being creative and thinking outside the box. Yeah. まず最初はデザイン。かわいいの基本は丸だそうです。Now for the eyes, like we mentioned before, really big round eyes with the highlights. Nose, again, circle.花は丸々とした豚をデザインしました。That looks really cute. We could put that on the sandwich. Yeah. 次にパンの上にさまざまな食材を乗せ、キャラクターを描いていきます。I think I'm going to cut my cat. There's my pig's mouth. 花はチーズ、目はレタスの葉をくり抜いたものです。花は教わったばかりの型抜きテクニックを早速試します。わずか15分でかわいい豚のサンドイッチの出来上がり。Very first character bento. I think it looks cuter than the drawing. It's a new and improved version.